昨シーズン初の一部リーグにもかかわらず3位という好成績を残した立正大学対3年ぶりの一部リーグ復帰となった慶応義塾大学のハイライトシーンをご紹介いたします。実況は本日も学生幹事の上田亮太郎が担当いたします。よろしくお願いいたします。まずチャンスを作ったのは立正大学。この大室選手のお手本のようなクロスに合わせた丸選手ですが、こちらキーパー正面、続いても大室選手の右足からチャンスが生まれます。こちらのボールに合わせたのはハンデ選手、しかし枠を捉えきれません。一方の慶応義塾大学、橋本のボールに氷川が頭で折り返し、最後は古川、見事先制に成功します。先制を許した立正大学ですが、梅村がいい位置でボールを奪い、外の田中へ、そして田中がもう一度梅村へ、梅村がこの位置からミドル、ゴール。同点に追いついた立正大学、大室の右足がまたチャンスを作り、坂井へ、そして鳥貝が左足シュートを打ちますが、これはポストに嫌われます。続いて慶応義塾大学、氷川の手からチャンスが生まれます。このロングスローに橋本が反応してキーパー触りますが、こぼれたところもう一度橋本がシュートを決め、再びリードを奪います。エンド変わって67分、松岡が右サイドで1人2人とかわし、最後は自分でシュート、すごい突破力。続いては77分、橋本選手のこの柔らかいボールに松本選手がダイレクトに中で合わせますが、こちらオンゴールとなります。差が2点と広がってしまった立正大学ですが、大室の右足がまたチャンスを作ります。これで1点差、残り時間が少なくなった立正大学、平松、小川、そして最後大室の左足、しかしこれはキーパーナイス反応です。最後まで緊迫したゲームとなりましたが、慶応義塾大学がこの1点を守りきり、見事勝ち点3を手にしています。さあ順位の確認に参りましょう。今回勝利した慶応義塾大学は得失点差で2位に、立正大学は8位に位置しています。最後に次節の案内です。7月12日日曜日15時から昨年の覇者明治大学対立正大学の試合が JNET TV にて配信されます。同時刻、慶応義塾大学対国士舘大学、昇格組同士の対決が YouTube にて配信されます。チャンネル登録よろしくお願いします。